ウェルカーバックトゥーレッツプレイ天地創造。どこに行けばいいの俺一体。ライオン助けたっていう話なんだよな。ライオンを助けてなんか友達になってみたいな、そんな感じの話だった気がするんだが、一体俺たちはどこに向かって行けばいいんだ。で、俺はまだわからん。これから下がってアラビア半島、まあ、どんどんあれだな、なんかいろんな世界史勉強するかってかな。何ここ、インダス川。ライム様、どういたしまして。力かさにやれましての橋を作ったんです。なるほど、ビッグブリッジか。渡ることができますよ。渡っていくよ俺は。どんどん、おおすげえあれだ、クロノトリガーのアルオマネスなんだが、ドラゴン戦車の後なんだが、ヒヒヒヒ。このめっちゃいっぱいあるじゃん。その金ねえよ。買って買ってって言いたいけどに、そんなな、買いたいけど毛があってるに。セーブか。テリテリテリテテテ。なんか世界結構広いな。我々ってどこに向かっていけばいいのかとか、こういうとこなんだよ怪しいの。なんか基本的にもう全てこういうとこ怪しいんだよ。それで大地を踏みしめていけば、なんか発見するものは何かしらあるかもしれん。てチベット。あ、どんどんあれだな、進んでるな。なんか何ここ、エルクマータ。何ここ、おお敵がいる。いで、そう、なかなか好戦的だな貴様。好戦的な獣がいるぞ。なかなか強、結構強くない？割と強い。なんでこの上の変な物体を。なんだお前たちは。やめろ、ほらまだ戦い慣れていない。やめないか。あ、こいつは倒せんの？あいつが厄介な。あの獣がやばいよ。こいつがやばい。この伝説の敵だもん。恐ろしすぎる。やめたまえ。俺はもう死にそうだもん、すでに。もう死にそうだよ。やめて！やめて！よし。仲間だ？助け来なかった。なんだそれ。ドラクエ的なそのあれは。てれて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 。よし。てれててれてて。あ、なにこれ、なにこれ、お方。人間の魂の眠る場所。これもらってくわ、じゃあ。もらってくね。いい、それで。眠る場所？お前も眠らしてやるか、じゃあ。うりゃ！よし。やめておこう。ここら辺にしておこう。ちょっと調子に乗るな。恐ろしい目になってしまうかもしれないから。てれてて、こいつは別にいいんだけどな。なんかやりにくいんだよな。やりにくいっつうかな。動き回るやつが多すぎる。怖いし、ね。ほらな。言っただろ。そういうもんなの。おお、なんか、なんだあいつ。変な化け物がいるぞ。ふざけんな。無理決まってんだろ。なんかどっか行け。どっか行けと言ってる俺は。おい。バカ野郎。よし、いいぞ。一緒そのままさまよってるのか。永久にさまよってるやないの、お前は。てる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 。二郎と来るね。めっちゃダメージくれまくってる。ダメージのくれ方が半端ない。敵かこれ。仲間だと思った。仲間だと思った。イコリが爆発した。うぅやばい。やばいぞ。うお、このはめ続けるしかない。俺はこの手、俺この手離したら殺されてしまう。やばいぞ。危険極まりねえな。何なりだここは。デレデデレデ。このなんか空気だなんか。ドンキーコングのなんかあのクリスタルステージみたいな。ああ永久的にこれをやり続けるしかない。よしいいぞ。あなたの行動一つで敵の味方にもなる。味方にもなってくれんの。あ、そうなの。それはありがたいね。なんかじゃあ利用するってことか。下手すぎだろ、下手すぎっつうか、なんかめっちゃダメージ食らってるなんか。ティリティティリティティピリピリ。どんどん食いまくっていく。で、この金が足んなくなってくる。お、風呂に入っている。俺も気持ちをすぐに使っている。じゃあ俺もそのまま。誰あなた。なんで温泉って言うんだぜ。なんだよそれ。なるほど、久しぶりだな。頭の構造が違うんだ。そういうもんなのか。俺も入りたい。入らせて。うわー、ダメだった。残念ながら。ソロ許してくれないようだ。この上は？あ、上もあるな。いけないじゃん。おう。まだ先か、ここは。じゃあ。てれててあれ、殴ったらどうなんだろうな。殴りたいけど、まあ、そのなんか味方になるって言ったから、なんか、まあ、そこ、ちょっとあえてあれだな。なんもしないとこか。いや、そこをあえて攻撃することによって、もしかしたら道が開かれるかもしれない。という可能性もあるかな。お？何ここ。なんだこの怪しい場所は。明らかに怪しいだろ。
やばい、ちょっとちょっとは、うわー、なんだよここだべ。おいいぞ、あこれでやればいいんだ。ふっ、よし倒せ。バカにしている、バカにするな。もう行こう、あいつは仕方していこう。そうするしかない、我々にはそれしか未然残されてない。てれててれててわけ上がらんぞ。破壊もできんし、押すことも引くこともできんの。仕方ねえな。俺やめて、一緒バカにしてろ。お前なんだ一体。やばい、化け物たちが撃たれてる。あれでもここ行き止まりじゃん。あっちか、おい、あこっちがあれじゃん。よし、さらばだ、さらばだペペロンチーノ。俺ってどこに行けばいいんだ。テレテテレテテレテ、なんかチョコボのシゲラダンジョンのあれっぽいのか。ああ許さんぞ俺は、許さんぞおめえら。俺の怒りのうちでごっくらうがいい。どっか行ってくれ。よしいいぞ、どんどん金だけ起こせばいいんだ。金だけ起こして、金と経験値だけ起こしてどっか行ってしまえばいいんだ。テレテテレテテ、また行き止まりじゃん。えこっち違うな。普通に投げれた普通にこうやって投げることできた。一体俺何をしてるんだ。私は何をしているのかさっぱりわからないけど、それでも進まなきゃいけないみたいね。それが私の人生みたいね。大丈夫かな、最近ちょっと病んでるかもしれない。やめろおめえたちは、浮遊しやがって。あれ下行ってねえな、ちょっと下から行こう。あれ手前から行くわ、ちょっとこういう時はな。そういうもんだろ。お腹出てきそう。これね、飛び降りる系やばくね？行かないでおくわ。まだいいだろう。たぶんあれ戻るあれでしょ。おそらくは。と願うわ。道が、分かたれている。あ？え？ぶっ壊れた。まあいいや。たぶんあっちにもまたあれだろ。行くとこあるだろ、他にも。こうやって俺は適当に住んでるけど、大丈夫なのかな、俺は。俺は分からないよ。だがそれでもやっていかなきゃいけない。俺はドゥルドゥドゥ、やめて、痛めつけないで。こいつの方が意外と手強いとかしぶとい。ドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥ、危ねえ、危なすぎる。俺は引きこもる。もうなかったわ、回復はねえや。もう終わった、やめて。いやもういかにどこまで進めるかっていうのをちょっとやってみよう。何かくれくれ。お、ケガリスもよく聞く。ゆっくり使うどの剣も治る。分けてあげるわね。ありがとう。これをじゃあ持って帰ればいいんだな、あそこに。あのわけなあかんね、化け物みたいなとこに行けばいいんだろ。パッパ持ってるみたいな。これ普通に使ったらあれだもん、ダメだ。普通に使えないの。ああ、装備するでもそういう系か。ペー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 、てー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 、危ねえ。いかにこの状態で俺は戻ることができるのかってのをちょっとやってみるか。あっちまで行ってないんだよな、左っか。でもあそこは、そっちはそっちで先に進むなんじゃないの。こうでしょ。まあ、行けないのか。なるほど。ひぃ、やめて、うらぁ、ほらこいつ、俺はこいつはもうてっきりだ。よし。で、これどうすればいいの、これ使えばいいの。おい、投げ入れた。お、嘘のに消えた。こっち喋るのか。お前友達、今日から友達さ、こっち来る。へい、俺と一緒に入ろうぜ。はあ、これ誰か道が開かれるのか。なるほどね、渡りたいならこうする。ふっ、太されちまった。あ、これで戻れんのか。お前も友達か。大丈夫か、俺は一体ここに行ってしまって。いや、あいつはもう。俺はあいつは嫌いだもん。もう基本的にここの敵も嫌いだね。もうやりにくくてしょうがない。もういいぞ。やめろ、お前たち。俺に手を出すな。魔界色に染まるぜ、この空が。恐ろしいことをするんじゃないぞ。てれてて。言いすぎだ。てれてて。
またおめえか。ペン。バカにしてる。一緒バカにしてる。お前そうやってバカにして人の人生をバカにする。それはな、お前自身の人生もな、バカにしてるのと同様なの。同様の。同様は同様。てる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 。何ここ。大丈夫こんな進んじゃって。あ、これもらっていくわ。クランブルー。お前ら倒すよ、よろしいぞ。だんだんいい感じになってきたな。だんだん慣れてきたな、ちょっとなんか。まあ、基本ご両親には変わりないけど。ペレペペレペ。この家なんか。雪山ダンジョンっていう感じの空気がたまんねえわ。なんもない。てぃ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 。へぇへぇ。今日も滑っていくぜ。やめろ。邪魔するな。ふっ。クソ野郎が。またいるのか、お前は。まあ、いや、いずれは、いずれはレベル上がるとこうやってやることになって。でも普通殴りが強いんだよな。普通殴りとかこういうなんかくる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 バーがなんか。こっち上行くかじゃ。ピリピピピピピピ。俺は上に行ってくるくるパーしてやるぜ。うるせえ。あばよ。クソ野郎どもが。俺はお前らの相手をしろ今はない。またお前か、この。どんだけこ、どんだけいっぱいいるんだよ。さっきの何混乱してるみたいな、なんか。いっぱいあったじゃん。ずっとの混乱状態みたいな。しかも終わんねえ、終わらない混乱みたいな。お、おあれどうやっていくんだ、そこは。これぐるっと回っていくんだ、きっと。てれててれててれ。あ、こう、本当にぐるっと回っていく感じかじゃん。お、これ大丈夫？戻れなくね？あ？お、お、お、なだれ？なだれ？え、え、よう、うっ！死んだんじゃね？お、なんなんだ一体？倒れていたんだろうか？カモシカ一匹覗き込んでいる。気がついたみたいだね。私たち閉じ込められちゃったみたい。歩けそう？フラフラだけど、へっちゃらさ。なんだできるさ。その調子、その調子。ついてきてちょうだい。食われるぞ。俺たちはまた食われてしまう。もしか回復してくれるかもしれないかな。誰だこいつ。息をしていない。こいつを何、助けろってそういう話。旦那。打ちどころが悪かった。ああ、まあ確かにね、何が起こるかってのはわかんねえな。抜け道がないか探してみましょうか。ここじゃないの。怪しいだろ、どう考えても。すごく寒そうね。その毛がくれ、俺に。全部、全部くれ。抜け道？まあ、あえて下の方だろ。なんもないパターン。なんもできないもんね。あ、なんだ。大丈夫？怖いんだけど、なんかちょっと、これはこれで。とうとう夜が来たみたい。いない。おう。怖い。怖えよな。逆にやめてほしいよ、こういうのなんかもう。家にさ、なんかドワーンってなんかさ。怖いと思う。怖えよ。怖くない方いるもんか。一人になるのが怖いから暗闇を嫌うの。誰もがパートナーを見つけて、子孫を作るのかもしれないよね。さあ、こっちいらっしゃいな。くるんであげるわ。あったかいな。なんだか昔を思い出すよ。珍しいな、こうやってなんか。お。よかったよかった。何の音？起こしちゃった、起こした。ふっ。それもそうね。お腹すいたでしょ。あざまにしましょうか。何食うの？だから不穏だよ、なんか。ああ！まさか！しばらくの間腐ったりしないわ。平気で口にできるのかい？だからこそ食べるんじゃない。一匹減っちゃうことになるのかな。食べられないよ。そう、しょうがないわね。もっと強くならなきゃダメよ。生きるってそういうことなのかね。ほう。俺も手伝うか。よし。ぐっ！依頼だ。そんな、何？これ。なんもない、なんもないっつうか。
え、何この、何なの、マジか、旅を続けなくちゃいいのか、本当にドアン行けない、やめろ、俺は感傷に浸れてんだ、俺は邪魔しやがって、なんということ、あれだな、まあ、壁にぶち当たると、なんか恐ろしい話じゃん、あれコーナー来たことあんじゃん、まあね、そうね、あともうちょっとだと思ったら、わかるよ、わかる、本当にめっちゃわかる、俺もちょっと挫折、は死んでるし、死んで埋まっちまったみたいな、へえ、あ、じゃあこれこっちに行けるってこと、行ってみるか、いろいろ、てれててれててれて、なんたることで、七子は我々ってどこに向かっていく、どこに向かおうとしてるのか、うん、てててててて、これなんだ、お、星中層、なんか呪いが解けるみたいな、呪いってなんだ、 あっちにもなんかあるな、うん、戻っ、あ、いけないか、どっちにしても一旦戻るか、てて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 、ここはもう行けないんじゃ、あと、あ、行けそう、おーい、99、どよこせ、てれててれて、一旦出るか、じゃ左側、じゃてれててれて、あの仕方じゃ一体どうすんだろうか、これから、あ、ここじゃね、ここ右行ったよね、いつも右行ってるもんな、こっちだ、多分てれててれてて、やめて、やめて、いただけないでしょうか、あのやろ、ストーキングだな、なんかもう、やたらなんか粘着する、粘着する、粘着してくるなんかリア充みたいな、これなんか来たことある気がするんだ、なんか、仲間呼べ、一緒に出こい、しつけー、バカ野郎どもが、ファック、ファックユー、ファックユー、俺は許さんぞ、俺は許さんからな、そうやって いざ自分がなんかやられるとなんてな、急になんか手のひら返しなんか来てくるっていう、俺絶対許さないからな、俺絶対許さないからな、この野蛮な行いを一生許すわけないから、帰りにしろ、何気に言ってないとさまよいた、ここだよこんなとこにあって、俺は全く見えなかった、なんということだ、てれててれて、お、ほら、シカトレイ君。敵はもうその都度倒していけない。さっき倒しまくったらいい。ほら、狂ったよ、倒しまくったら。さあ、どこに繋がってるんだ、一体これは。お前ら許さん。お前ら許さん。わかった、一緒バカにしろ、お前。リア15度目。彼女が500人ぐらいないるやつだっているんだよ、この世には。お前らのようなやつがなんか吠えたところでな、何も変わりやしねえんだよ。ただ、地元のヤンキーみたいな。お前ただの地元のヤンキーですよ。お前たちは本物知らない。まだやってくれ。上の方で。やったら上なかった。どんどん上がるもん。上がりまくってくれな。狂ったように。いいぞ。こいつは許さない。よし。バカめ。そうはいかん。てれててれて。私はどこに行くの、これから素質かからない。どんだけだ。てれてて。お、なかなか強くなってるじゃん。ててて。お、お。え、大丈夫、本当にいいのこれ。まあ、でもなんか見た目感じだと多分何もなかったっぽいもんな。まだボス戦か、ボス戦だな、そうね。またおめえが、おめえみたいなやつがな、俺。こわー、おめえのようなやつが腹立つしょうがないんだ。横ってか外側から攻撃ってかチク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 やってくるやつ、でいざ自分が攻撃されたら逃げるみたいな、ふざけんな、自分散々攻撃しまくったくせに、そういうもんだから、恐ろしいな、分別した、どんぐらい経験値もらえた、経験値も3倍でよろしくお願いします、てれててててててて、
さあ我々はまだいる。リア充が獣の落ちろアンドロス様のためにもどっか行ってくれ。ドゥ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 。お？なんかそれっぽくない？なんかちょっとヤバそうな。やばいやばいやばい、うわ、いきなり。なんだ俺、走り回るしかない。ここなんだ、イエティじゃん。てるてててて、放り投げた。いて、雪嵐を起こした。おお、これ投げるんじゃね。やばい、めっちゃなんか動かす、めっちゃ吹っ飛ばされる。あ、こいつが動く方向にあるか、生かされるって感じ。横にやったらやばいな。ここ安全じゃね。あ、これでいいじゃん。これ全部ぶっ壊すんじゃん、もしかしたら。ああ、そういうわけではない。やばい、やめて。いや、俺連打した、連打してしまったかもしれない。何これ。お、狂ったか。攻撃を耐え続けるってこと。お前何なの一体。お前は、君は何なんだね。お、なんか終わった。え、え、なんだ、何事だよ。やばい、いける。あ、これダメージ食らんねえじゃん、当たっても。じゃあこれ突っ込んでいけば攻撃当たらなかった。よし、問題ねえ。この程度ちま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 動きまくりやがって。当たんない時あんの、まあ、こういう時こそ冷静になるべきね。私は俺当たんねえ当たらねえぞこれ。普通のジャンプ切るのがいいのか。よし、これがあれだな、これがブランだわ。へい、あ、なんか当たんない時あんな。これ何なの一体。ペレペレ、いかにしやがれ、見せてやるよ俺のデターミネーションってやつは。ふっ、買いにしろ。もういいだろ。さっきの何だったの、さっきの黒い携帯。お前の闇の部分か、お前。みんなに認められたいけど、誰も認めてくれない。僕もリア充になりたかったんで。だから俺はこうして発狂している。こうして走り回ってる。走り回れば、もしかして注目してくれるかもしれないから。それで僕は走り続ける。だけど誰も、結局僕は一人ぼっちになってしまった。誰もリア充は僕のこと愛してくれない。そう、結局僕は最初から一人ぼっちだったんだ。なるほど。お前のそういう心の闇ってやつを感じた。あばよ。もう寝ると帰ってくんじゃねえぞ。なんなんだよなんなのこのお方は。ボーボーボー。これどうしようもなくねえのか。あ、そういうことか。こういう動きのやついるよな。名前忘れたけど、なんかこういう、なんか何の話してんのこれ。ちょっとやめて、逃げるしかないね。最大級の攻撃でぶっ潰すしかないな。さっきみたいな、なんかダッシュ切りみたいな感じで、なんか当たらないようにすれば、まあ、いずれあるだろう。どうにかなるんだろう。おい、もう使っとこう。どんどん使おう。食いまければいいんだよ。私もこれが最後の1個だもん。いや、これが最後のあれだろ、トラブル。てててて。俺、終わったな。今度こそ終わったか。ダークモーフ。言う人間はこの世に蘇る日がやってきた。ほう。技術を生み出す力を持った素晴らしい生き物。だが、その力がどれほど大きなものか彼らは知らない。アークよ。今後もしっかりと世界を導いてやらねばな。世界を導く。恐ろしいポジションにいるな、俺は。なんだこれは、遊戯王みたいなのか。大丈夫、エンディングじゃないのこれ。まさかそらないか、さすがに。花、フラウィが誕生する瞬間が。お、バファロー。
食物連鎖みたいな感じかもしれない。食われておる。その鳥も食われると。あ、子供を産むと。で、その子供が食われるっていう、あれで、そういう話だよな。ほら、そういう話だよ、ね、あ、親も食われた。なんだこいつ。恐ろしい話だな。動かせんの、動かせなかった。また死んだ。立ち上がったのに。第三章、天才の復活。天才の復活？人間が復活するからってこと？誰か来るのか？どこ？気分は通ってたのか今。クマリ様。なんかまたわけのわかんねえあれだな。俺は下に行くわ。あいつ横に行ったから。ラサの村。うれぇどうだ、嬉しいか。指導者もいない。誰一人争うことなく我々は暮らしている。ほう、まあ、一旦戻ろう。あ、これ登れるんだ。へぇ、まあ、最初のあれで行くべきだろ。3年間、3年ってやべえよ。3年ってやばすぎだろ。お坊様、何時代だここ。お、なんかこうあれじゃん。なんか、いるぞ。クマリ。しなければいけないことが見つからずだから。話せなくなってしまった。これあげておく。呼ぶ？骨のメダル。ほう。何なんだお前は。お、誰か来た。名宝。またなんか全部雰囲気変わったの。なんか無関係のことなんかなんもない。ここにいることもきっとこれから始まる何かに深く関係する。なるほど。どこにも属さない。ほう、怖い話だ。恐ろしいな。俺はくたばったらもう生まれ変わりたくない。俺は無になりたい。寝ぼすきのやつじゃな。寝ぼすきどころじゃないだろ。3年って。ペー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 。へい。へい。水曜の里方。久しぶりのことですよ。ほう。あ、またなんか変な。ちょっとやばそうなあれだな。あ、これあれじゃん。セーブか。人間によるものでしょう。恐ろしいな。なるほどね。そして何が待っているのか。ファインドアウト。ネクスタイム。戦争チャンスイー。